金属、金属、金属、中国語、継族は、ベトナムの主要民族で、競技における、ベトナム人である。別名、ベト族、安南ンン族、とも呼ばれる。金属は、ベトナムのほか、ベトナムの周辺国、中国、ラオス、カンボジア、タイでも、少数民族として暮らしている。中国語普通話では、日本語表記すると、人族、 漢字表記は同じく継続に近い発音で読む。人族は民族識別工作により中国の少数民族の一つと中国政府に認定されている。人族は主に厚生地湾族自治区に住んでいる。また、ベトナム戦争によって発生した難民がアメリカ、香港、オーストラリアなどに多数亡命している。特にオーストラリアでは1990年に オーストラリア国内で誕生したベトナム系の人口が難民として流入してきた人口を上回り芸術やスポーツの分野で活躍する者も,も出てくるなど一定の社会基盤を築いている。また近年では出稼ぎ労働者、配偶者として台湾などへの移住が増えており越南老公、越南新娘と呼ばれている。日本国内では 他の在日外国人と比較するとその割合は多くなかったが特に2010年代になって上昇。法務省入国管理局の統計によれば2016年末現在における在留外国人数中の金属を含む国籍上のベトナム人の数は199,990人で製造業の現場での雇用源により減少したブラジル人を抜き 国籍としてのベトナム人の比率は、朝鮮人、韓国人、中国人、フィリピン人に次いで4位に浮上している。金属は、現在の中国南部が起源と言われているが、詳しいことは定かではない。文族との関連が一部から指摘されている。起源前には、 現在のベトナム北部にあたる地域で勢力を伸ばし、東南アジア最古の青銅器文化として知られる、ドンソン文化を発達させ、原始的だが小規模な国家軍を形成していた。これが、現在の金属の直接の先祖である民族、古越人である。同地域は、旗成立以後、千年以上にわたって、中国の支配を受け続けたため、 東南アジアの他の周辺地域の民族と違って、例外的に、インド文明をほとんど受容せず、漢字を使用し、中国風の性を持つようになるなど、中国文明を幅広く受け入れていった。だが、完全に中国に同化することはなかった。一定の独立性を保ち、しばしば中国の中央に対して反乱も起こした。この時期の同地域勢力の中には、現代ベトナムの歴史教育では、 独立王朝として扱われているものもある。また、現在のベトナム中部から南部にあたる地域では、オーストロネシア語族系統のコチャム人、後のチャム族がチャンパ王国を形成していた。当末期の中央政府の混乱で、中国の支配が衰えると、938年に最初の金属の王朝とされるクレアサが成立する。さらにテイアサと呼ばれる王朝が起こった。 ベトナム主略党、ベトナムの司書は、この定朝以降を正式なベトナムの王朝として扱っているものが多い。これらの王朝は、周辺の少数民族を従いながら南進し、チャンパ王国としばしば争い、17世紀には霊長が、現在のベトナム領土を、ほぼ確定させた。以後、1887年のフランス領インドシナの成立で、フランスによる植民地化がなされ、 さらに1940年、日本の普通に進中によってベトナムは二つの国によって統治されることになるが、後に独立を達成して、ベトナム戦争、中越戦争を経て、現在に至る。ベトナムはインドシナ半島に存在しているが、インドシナとはその名の通り、インドと中国の間にある。中国に近い地域であったベトナム北部に居住していた。 金属は他の民族がインド文明を需要たのに対して中国文明を需要することになる。中国文明を需要したため中国に類似する文化が数多くある。中国風の名を名乗り、文字や文章は漢字、漢文を使用していた漢字文化圏である。そもそもベトナムという名称自体が越南という漢字のベトナム語読み、漢古市読みである。かつては ベトナム語を表すために、チュノムと呼ばれる漢字を応用した独自の文字を使用していい。現在では、フランス人宣教師により考案された補助記号を付けたら天文字である、クオックグー、国語が使用され、漢字、チュノムとも、冠婚葬祭を除いてはほとんど用いられなくなっている。一金属は、中国の支配を跳ねのけて、独力で王朝を樹立したとの誇りが高く、 また我が民族が中心で、周辺民族を蛮族視する中華思想を導入していた。民族で統一された宗教は存在しないが、金属においては、仏教、道教、儒教に加え、フランス植民地時代に伝えられたキリスト教、主にカトリックが信仰されている。ごく少数ながら、チャム族等の少数民族との交流によって、 彼らが信仰しているイスラム教を授容したムスリム、ムスリマも存在する。その他に、田畑や道路の辻などに置いた誇らに線香をあげるような土着信仰も根強い。新宗教としては、儒教、道教、仏教、キリスト教、イスラム教を混交させた、カオダイ教や仏教系のホアハオ教も盛んである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。